おはようございます。今ホテルの部屋の電気をつけますので、ちょっとお待ちください。ただいまの時刻が朝の、6時28分ですね。これからすぐホテルをチェックアウトしまして、伊勢神宮の内宮の方に参拝したいと思いますが、めちゃくちゃ眠いです。昨日割と早く寝たので、今朝大丈夫かなと思ったんですけども、やっぱり朝早いのはちょっと苦手ですね。眠いです。まあ、ただ内宮の早朝参拝は、割と結構前からやってみたかったので、体に鞭を入れて出かける準備をしたいと思います。はい、で、着替えまして、もう部屋から、出て、ホテルをチェックアウトしようと思います。早朝ということで、絶対寒いだろうなと思うんですけども、まあそれを見越してですね、ユニクロの、なんだっけ、極暖ってやつ、ヒートテックを買っておきました。で、今日それを着ています。で、ホテルをチェックアウトしまして、でも東の方の空は、ちょっと明るくなってきました。で、今日の、伊勢市の、なんだっけ、日の出の時間は、午前7時30分頃とのことなので、まあ、その時間までには、内宮の入り口のところ、宇治橋のところに、つければいいなと思います。では、昨日の夜止めた、自転車を、持ってきまして、で、この自転車に乗って内宮の方に向かいましょう。ちなみに、このホテルから、内宮まではおよそ、5キロぐらいありますので、まあ、30分ぐらいあれば着くかなと思います。今、信号待ちでちょっと止まってるんですけども、ちょっと手袋してないので、手がかじかんでめちゃくちゃ痛いです。さすがにちょっと手袋持ってこなかったのは失敗ですね。内宮まであと4キロなので頑張ります。再び信号待ちで止まってるんですけども、目の前に大きな鳥居がありまして、で、右手には内宮の別宮である、大和姫の宮っていう神社がありまして、で、一方の左手には、神道系の学科があります、皇學館大学っていう、まあ、大学の敷地があります。ホテルから30分ほどで内宮の入り口に到着しました。自転車は今のところに置いておけますので、まあ、しばらくの間、あそこに駐輪しておきましょう。で、なんかものすごい数の人が、群がってるんですけども、今日はどうやら、この宇治橋の向こう側から、ちょうど太陽が昇ってくるらしくてですね、まあ、その鳥居と、日の出の太陽の、神秘的な光景を一目見ようと、たくさんの人が集まっているわけです。私もですね、その人だかりからはちょっと横に外れた位置に、立ち止まりまして、で、まあ、鳥居と宇治橋の、ちょうど真正面の位置ではありませんけども、まあ、ここからその神秘的な光景を、ちょっと見てみたいと思います。はい、あれから10分ほどが経ちまして、ようやく太陽が、宇治橋の向こう側から昇ってきました。やっぱりこの光景は、待った甲斐がありますね。とても神秘的な光景です。やっぱり伊勢神宮は、日本のふるさとというふうに、まあ、位置づけられることもありますので、まあ、そういうなんか神聖な場所で、まあ、日の出を見るっていうのは、やっぱりちょっと心が、清らかになるというか、すごいなんか、神秘性を感じますね。では、宇治橋を渡って内宮の境内の方に入っていきましょう。この宇治橋は、日常の世界と神聖な世界を結ぶ、架け橋というふうに言われています。この橋も、20年に一度新しい橋に、架け替えられています。下を流れるのは五十鈴川ですね。橋を渡ると、広場みたいなところに出てくるわけですが、昔、明治時代の初めぐらいまでは、この辺りにまで、民家やお店などが立ち並んでいたそうです。で、もし、その民家とかで火事が発生した場合に、火が社殿の方に燃え移らないようにということで作られたのが、今渡っている日除橋っていう橋と、この小さなお堀ですね。
まあ、いわば内宮の防火対策というわけです。では、ここで、手と口を清めていきましょう。はい、手と口を清めましたので、この鳥居を、くぐりまして、ちゃんとしっかりお辞儀しましょう。くぐりまして、さらに境内の奥の方に入っていきます。こちらの緩い階段を下っていきますと、五十鈴川のほとりに出られますので、ちょっと行ってみましょう。この川のほとりは、みたらし場と呼ばれていまして、一昔前の参拝者は、この川の水で手と口をすすいで、体を清めて参拝に向かったそうです。ただやっぱり今の川の水質は昔のものとやっぱりちょっと違うので、ちょっと直接口に含むのは、やめて、ここでは手だけ清めて参拝に向かいましょう。さらに境内の奥の方に進んでいきます。ちなみに確か、内宮の敷地の広さは、昨日行った外宮の、敷地の広さのおよそ10倍あるそうです。いや、外宮でも結構広いと思ったんですけども、内宮は比較にならないほど広いんですね。境内の森の木々の合間から、太陽の光が差し込んできていまして、神秘的な雰囲気がより一層強くなっています。ここで結構参拝客が立ち止まって携帯で写真を撮っていますね。この木もだいぶ大きい木ですね。ずいぶん高い木だな。正宮まであと100メートルです。宇治橋の入り口からここまで、まあ普通に歩いてくればだいたい12、3分ぐらいですので、まあ正直あまり遠いとは感じません。はい、正宮の、入り口の階段のところに着きました。撮影できるのはこの階段の下のところまでですので、ここから先はカメラを回しません。この内宮ですが、正式には皇大神宮と言いまして、でここに祀られているのは、天皇の祖先の神様であり、私たち国民の祖先の神様でもある天照大御神となります。ちなみに昨日参拝した外宮の時にも説明したんですけども、この正宮と呼ばれているところではですね、まあ、伝統的な作法ですと、個人的なお願い事とか、あと、まあ、お賽銭を投げるといった行為は、禁止とされていますので、まあ、今回も、私は、その伝統的な作法に倣って、まあ、その点に注意をして、まあ、日頃の感謝を伝えるという、まあ、そういう気持ちで、参拝していきたいと思います。はい、内宮の参拝が終わりました。ここも外宮と同じように、やっぱり中の作りはシンプルで、なんかこう豪華絢爛という感じではなかったですね。では、順序に従って境内をもう少し散策してみましょう。この木もでかいですね。ここがちょうど正宮の裏手にあたるところなんですけども、ここで左に曲がって階段を降りていきますと、内宮の第一別宮である荒祭の宮に、着くことができます。ここが荒祭の宮です。ここでは個人的なお願い事をしても大丈夫なので、まあ皆さんなんか思い思いに、参拝するといいかなと思います。はい、荒祭の宮での参拝も終えましたので、では、これから境内の外に、戻ろうかと思います。境内では鶏が何羽か放し飼いにされています。鶏は神の使いとして扱われてるんですよね。ちなみに境内では馬も飼育されているんですけども、今日はちょっと見かけませんでしたね。天気とか
あと馬の体調によっていない場合もあるそうです。ではこれから宇治橋を渡りまして、神聖な世界から日常の世界に、戻っていきましょう。というわけで、内宮の、参拝の動画は、ここまでとさせていただきます。次は内宮のすぐ近くにある、お祓い町と、おかげ横丁、ご紹介をしたいなと思っています。はい、それではご視聴ありがとうございました。